大志田玲子、1948年9月京都生まれ。彼女の主演作である、ズベ交番長シリーズが開始する流れには梅宮達夫主演の、不良番長シリーズのヒットで、それにあやかるような形で制作された本作品が、この大志田主演の第一作、ズベ交番長、夢は夜開くからであった。一見、藤恵子のヒット曲にあやかった歌謡映画の要素かと思いきや、これが東映ヤクザ特有のテイストと歌謡映画を絡めた作りなのである。そこにまた、当時人気のあったお色気番組、プレイガールから抜け出てきたようなファッションで、悪人たちを根こそぎ退治していく女版、不良番長といったごったに要素も存分にあり、その時代特有の流行やニーズに合わせた作りなのであった。そしてこれが後の池玲子や杉本美貴主演のスケバンシリーズへとつながっていく先駆的なシリーズ作とも言えた。ズベ交番長シリーズは全4作が作られ、大志田はその前年から不良番長シリーズや若山富三郎の人気シリーズ極道に出演していたことと、お色気女優として東映不良性感度の映画に主演できる下地がすでにこの頃からその存在に映画関係者も気づいていたからだとも言えた。そしてその持ち味は映画のみならずテレビ時代劇の旅ガラス紅予選でさらにお茶の間の視聴者へ人気をもたらしていく。ここでは割愛するが、私生活も恋多き女性だった。1982年には日活ロマンポルノジェラシーゲームに主演し、その健在ぶりを披露した。90年代に入ると何かと社会的に問題となった大韓航空機墜落事故を描いた韓国映画真由美にどういういきさつから出演したのかわからないが、当時はかなりの話題ぶりであった。それ以後の活躍はその後あまり聞かなくなったが、2013年には90年代半ばから途絶えていたテレビドラマに出演し、健在ぶりなところを見せてくれた。